はい、皆さんこんばんは。みつるの日常です。本日はちょっと急遽ですね、動画回しております。仕事終わりで、ちょっとトレーニングしてね、シャワー浴びた後なんで、だいぶちょっと生活感丸出しで申し訳ないんですけど、まあ今日はサムネ見ていただければわかると思うんですけど、こちらですね。はい、もちもちフィットチーネグミカベルネソーダ味です。これね、めちゃくちゃ美味しいんですよ。本当にもう皆さんに食べていただきたくて4つ買ってしまいました。はい、まあ1日1個ずつぐらい食べようかなと思うんですけど、まあね、自分がちょっと食べていって、まあ、どんなもんなんでしょうかっていうことをね、この動画でお伝えできればと思います。まあ、決して、ただ自分が食べたいだけではないです。このフィットチーネグミなんですけど、まあ、結構ね、いろんなシリーズ出てます。グレープ、コーラ、あとはなんか桃みたいな味とか、あとなんだっけな、ちょっとレモンっぽい味。まあ、今度もしね、全部集められたらまた買って、フィットチーネグミの種類をね紹介したいと思うんですけど、まあ、これすごい美味しいので、ちょっと今日はご紹介します。でね、これ結構カロリー低くて、まあ、1袋で130キロカロリーで、タンパク質がまあ 2g ぐらいで、脂質は0、炭水化物は 30g と、まあ、減量中でもこういうの全然食べれるんで、はい、自分は本当にやっぱストレスフリーに減量を進めていくっていうのがもう本当ここ2、3年のテーマなので、まあ最後のね、本当一絞りっていう時はやっぱりこういうのもなるべく食べないようにするんですけど、基本的には大会2ヶ月前とか1ヶ月切るぐらいまではもうずっとこういうのも結構入れながら食べています。まあ、なのでね、皆様もこれ見ていただいている方もこういうの食べても体は作れるんだよと、まあ、ストレスをね溜めないようにやりましょうよということです。で、ちょっとね、中身こんな感じになってます。一粒でこんな感じ見えるかな、はい、こんな感じです。で、まあ、外に砂糖がコーティングされてるんですけど、普通のフィットチーネグミ食べたことある方は分かると思うんですけど、意外と弾力あります。ちょっと硬いなっていう感じなんですけど、これはね、こう言葉の通りめちゃくちゃもちもちしてます。なので本当に何て言うんだろうな、まあ、普通のグミよりもう全然美味しいです。自分的にはね、美味しいかなと思います。食べてもいいですか。いただきます。うん、なんかフィットチーネグミの種類は結構酸味が効いてて、すごく甘酸っぱい感じがあるので美味しいですね。うまい。なんか酸っぱいけど、この程よい酸っぱさが本当に美味しいです。これね、うまいんですよ。うん、美味しい。美味しい。美味しいしか言えないですね。うん。程よい酸っぱさ。これほんと、もちもちしてて美味しいな。ただ、結構軽いんですよ、これ、食感が。だから、一袋食べても満足感っていうのは結構少なくて、他のグミとかだと結構一袋食べると、やっぱ噛む回数が多いじゃないですか。硬かったりすると。なんで、まあ、咀嚼の回数がやっぱ多ければ多いほど、満腹度がすごい高まるんですけど、これの場合はね、もう軽いんで、もうほぼ飲み込めちゃうというか、ぐらいの軽さなんで、そこがちょっとね、こう、いいのか悪いのかわかんないんですけど、食べ過ぎちゃうっていうところが結構あるかもしれないです。うん。これはやめらんないわ、マジで。うめえ。もう気づいたらあと2つしかない。動画の尺的に足りないかも。すぐ食べ終わっちゃう。ラストいただきます。美味しかった。はい、ということでね、まあもう一瞬で食べちゃったんですけど、皆さん気になる方いたら買ってみてください。これ本当に美味しいんで、
超おすすめです。絶対食べてくださいね。じゃあまた引き続きね、皆さんみつるの日常をよろしくお願いいたします。はい、今日はもうちょっと夜遅いので帰って歯磨きして寝ます。